絵コンテやレイアウト、あとはライティングなどをやっております。リアルタイムだと、まあ自分でやってて、ここがちょっと変えたいなってなったら、すぐ変えられるっていうのもいいところだと思います。いろいろなパートの皆さんが作成したものに対して、それを合わせて一つの映像を作っていくっていうことなので、まあ、最終的なアウトプットに一番近くて、そのゲームの世界観やその作品の魅力みたいのをユーザーに届けられるっていうのは一番いいところかなと思います。実際にゲームとかをやってみて、この見せ方がいいかなっていうのを研究してから実際の映像に入るとかっていうのはあります。まあ、実写でやるカメラとは少し違って、ゲームの広さとかキャラクターに応じた画角とかを選択して、ちょっと変わった動きとかも入れてます。ステージとかそんなに広くない場合もあるので、まあ、ズームを対応したりとか、手で持った時動けないような動きをカメラでつけたりっていうこともあります。今後ゲームプレイとかともっと融合させて、映画にはできないような表現みたいなところも挑戦していければなと。